ちょ、気をつけてね、牛。高級ステーキとかにならないでね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。やばくない？もうなんかだいぶできてきたくない？え、てか、え、どうやりよん、あの人たち。めっちゃなんか空中に浮いとったんやけど今。え、でさ、あの戦いのマークはやっぱり何かが来るってことなのかな。戦いのマークじゃないんか、建築のマーク？何あれ。ちょ、降りてきてくれん？なんでみんなそんなとこひょいひょい登っていけるの？私登れんよ。ね、私登れないんだけど。オンバ、オンバ、ね、オンバってば。ね。お、オンバ？あー、ちょっと待って、待って。オンバ。来た来た来た。アイナちゃん、部屋じゃない。道具屋があるんだから早速誰かに働いてほしいわよね。ふんふんふん。でもおばさんはこの島時代にマスコット的な存在だし、いつの間にそんなことになった。マスコット的な存在やったっけ。私がお店に立つわけにはいかないわ。いいんじゃない、マスコット的な存在が立つの。そこでアイナちゃんには船で行けるっていう素材島から商人を連れてきてほしいの。船長ちゃんがいてたのよ。新しく行けるようになったピカピカ島に商人らしき人がいたって。仲間にしてもらってくればきっと道具屋さんになってくれるわ。さあアイナちゃん、船着き場の船長ちゃんに相談してピカピカ島から商人を連れてきてちょうだい。商人を連れてくる？ピカピカ島から？ちょ待って、とりあえずなぜ私はベッドを持っている。ちょ一瞬びっくりしたんやけど、あれねえ、あのベルどこ行った？あれ、この辺にベル置いてなかった私。ベル埋もれてね。大丈夫？え、どこ行った？ないんですけど。え、待って、ベルがないんですけど。ハートが集めれんじゃないか、ハートが。みんな、あの、ベルはどこ？こういうところに置いたよな、ち。え、あっち側にもないんやけど。え、どこ行った？え？ああ、あんなところに。へい。よし。じゃあちょっとハートも集めたところやし、ピカピカ島に行きますか。じゃあこれで船着き場へワープ。そっか、あれはなんかミニクエストみたいなマークか。そういえばなんかポストに届いたんじゃなかったっけ。ジュエルン、キャダアイナ、魔物が字が書けるのかって思ったわね。そういうの偏見っていうのよ。ゴッカムルのみんなは元気かしら。こっちはゴルドもみんな元気。ね、この便箋ゴルドンじゃない？かわいいんやけど。アラクレたちもすごい日刊よ。私も最近筋肉を鍛え始めたわ。もうすぐムキムキの踊る宝石よ。やだ。ムキムキの踊る宝石はなんかちょっと嫌よ。大丈夫？プニプニで行って。はい、行こう。アイナさん、どこに行くでやすか？ピカピカ島に行きたいんだけど、どれピカピカ島？あ、これや。100も失うのね。100ポイントでピカピカ島に行けるようになりやす。航路をビルドするでやすか？します。するでやす。さあ、ここで商人を捕まえるわけだ。監獄島あれやんね。え、監獄島のすぐ近くなんやけど、ピカピカ島。でももう監獄島には行けんのや。悲しい。寂しいね。なんかみんなに会いたいね。はい、行きます。貴重品はなくさないように船着き場の保管用の袋に入れておきやす。あ、これや、保管用の袋。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。行くぜい。出発進行。保管用の袋って置いていかれるんやね。あれで持っていくんかと思った、ちょっと。ほい、ピコじゃない。ピカピカ島に到着。あ、いや、一応素材袋これなんかな？あるんかな？冒険スタートー。さーて、行きますか。ん？チェック。白い岩を発見した。チェックありすぎじゃね？薄グレー岩。まあね、新しく来た場所やけんしょうがないんやろうけど。つぶつぶ岩。言いすぎよ。このどこに商人さんがいらっしゃるのか。ん？チェック。土。何もかもが新鮮なのね。
この木とかは全然なんもないんや。さあ、間違えた。間違えた。さあ行くよ。何あれ、なんか積み上がっとる石みたいなあることない？ちょっと待って、この島は絶対私が嫌いな島やん。ほら、芋虫だらけなんやけど。濃いグレー岩、爆弾岩おるよ、なんか。ほら、なんか人工的に作られたような岩がある。土岩。いや、そっちじゃない。マーブル岩、え、それじゃなくって。これなんか持って帰れそうな感じの、あ、なんか、モンスターか、びっくりした、人かと思った。どこに、どこかに誰かがおるとかもうわからんか、これじゃあ全然わからんわ。全くわからんわ。どこかしらに人がいないかしら。赤山岩、ちょ、登りたいんですけど。んこんなところに人おるん？人がおりそうな場所なくない？素材島って大体ね、前に行ったとこも、なんか名前忘れたけど、前に行ったとこもそうやけどさ、本当に素材しかなくない？何あれ？火山や火山。火山。火山じゃない。マグマやマグマ。ひえー。ほら。マグマ岩を発見。いやー気持ち悪いよー。でも人工物があるっていうことはやっぱりその辺におるってことよね。森石、あー、やめてー。ふう、危機一髪。これは大きな石、どこにいるんですか、商人さん。これ何？ただの石？ぽいね。え、何？めっちゃ広がったことない？今、マグマ。え、一応範囲は決まっとんか。なんか今、牛の鳴き、あ、牛ー！ねえ、牛、牛、これ連れて帰れるんじゃない？静かに動物がいるぞ、知ってるよ。だから来たんだよ。あー、待って、絶対爆発するやろ、お前。あー！静かにって言ってるでしょ？はい、黒い岩。でもあれ、牛絶対逃げれんくない？あ、え、普通に上がっていくんや。ふふ。どうした、人かと思った。キメラかわいい。ねえ、牛さん。え、牛さん、待って。そっと近づくから。撫でる。怯えている動物は撫でられない。怯えないで。大丈夫、私だから。誰やねん。大丈夫、大丈夫よ。ちょ、モンスター、あー痛い。痛い、怯えないで。あー、しかもダメージ最悪。あー、牛が死ぬ、やめてよ。ちょ、何やってくれてんの。ビーフになる、ビーフになる。焼かれた。高級ステーキになった。イエーイ。イエーイ。マジで？くっそ、高級な牛。って名付けたかったぜ。いや、じゃなくってさ、人はどこにいるんだって。どういうところにおるんやろ。それすらもわからんのかな。え？何あれ？なにこれ？スライム？え？なにこれ？なにこれ？なにこれ？敵じゃないんや。ぷよぷよゼリーを発見した。なんかスライム生まれたよ。生まれたわけじゃないんかな。スライム。あれの近くにはスライムが発生するってことかな。てか、そこにいる牛を手名付けたいです。知ってるよ、動物がいるの。ちょ、爆弾を起こしそうで怖いわ。牛さん、牛さん。超お前やめろよ。爆弾岩が邪魔してくる。めっちゃ、ねえ待って、
待ってってば。めっちゃ怪しい歩き方しよるけど、あれしくないけん。じゃあそっち水よ。うるさいな。うるさいな。気づかれたぞって。それ気づかれ、ちょっ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 、ああ海の中へ。待って、めっちゃ水中入ってったんやけど、これ大丈夫な。ああ、どんどん深みに。牛さん、牛さん、なんか猫よりだいぶ、猫とか犬よりだいぶ難しくない？逆に来るの待っとった方が。それ気づくやろうさ、気づくやろうけども、逃げなくっていいやん。こそねえねえ、牛、牛めっちゃ逃げられるんやけど。何、爆弾や、爆発したのあの後。ねえ、ちょっと待って、牛との追いかけっこになってきた。それだ、これは無理やり撫でたんじゃダメなの？パック、今撫でるボタン出たのに。そして向こうも気づいて、情けだったのに。ああ、牛ちょっと繊細すぎ。すら、早くこっちへ来いよ。なんなん、めっちゃ見つめ合いよんやけど、あたしと牛。やばない？焦ってる。ねえ、牛さん。睨み合ってもダメでしょ？こっちへおいで。怖くない、怖くない。ハンマーとか持ってるけど、全然怖くないから。ああ、怯えてるの。目の前いるのに、怯えてるの、君ちょっと。怯えないでよ。もう大丈夫じゃない？あぁ、怯えないでってば。くぅ、なんなの、怯えてるから固まってるの、そこで。お、これはほら、こっちへおいで。ちょっとずつ静かには分かってるよ。お、これは、それ気づくだろうさ。そっと、そっと近づく。さ、どう？怯えてる。怯えてる上に今ちょっとね、体力的にやばそうなんやけど。そう、そ、今ならまた背後から行った方がよき。正面から近づいてくるのやめてもらっていいですかね。私背後から行こうと思ってるのに。気づかないでね。ちょー、あれやって、絶対指導がおるけんいかんのやって。気づいた。くっそー、牛との追いかけっこが。今なんか出たよね。何やったん？チェック。これあとちょっとやん。ちょ。つらい。ま、地上に上がってきてくれるまで待とう。てか商人マジでどこなん？めっちゃ海の中やし。でもこの島にはあれかな。牛がいっぱいおるってことなんかな。ねえ、商人、商人どこ、どういうところにおるん。なんかひ、あ、あそこに牛がおった。何かしらさ、ヒント的なものがあってもいいんじゃないかなって思うんやけど、どうよ。なんかあの山建物みたいな感じに見え、気のせいか。はい、動物がいます。そこに動物がいます。そーっとそーっと。
じゃあ、そっ、知ってるよ、動物が。ああ、足音を消せるような道具がないかしら。そう。ああ、やったー、やっと。やっと後ろ、顔にめり込んでる。ふう、これで、やめてくれる、ちょっと。牛を発見した、さっきから何回も発見してるわ。でででででで。じゃあ一旦私寝たいんやけど、寝るね。おやすみー。はい、おはよう。牛は無事かい？よし。ってことで行きますか。商人、商人。商人がいそうな場所のヒントとかないの？何あいつ。何あれ何あれ、商人。絶対違う。でも挑んでったらなんか落としてくれそうじゃない、良さげなアイテム。どこなんやろう。周りぐるぐるしよるだけじゃなくて、なんかね、内側行った方がいいような気がするよね。もうなんか船で降りてすぐのところに追ってくれんかな、商人。なんかチェック出た今。どれや、違うんかーい。やだ、ついてこないで。また、あー、危ない、熱い。ちょっと気をつけてね、牛。高級ステーキとかにならないでね。あれは普通に、普通におるモンスターなんかな、わからん。商人やーい。あ、一応これ素材のうちの1個に牛が入っとんやね。なるほど、なるほど。商人。あれは何？あ、これも牛じゃね？ほら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 、牛や牛。同じ牛がおったらそんなに警戒せんねやない。します？よいしょ。そう。確実に視界に入ってない。大丈夫。逃げないで。傷、あれ、もうちょっと。2匹目ゲットー。違うな、私牛と戯れに来たわけじゃないんやけどな。なんかその辺に黄昏取ったりとかせんしょうに。はあ、ここに来てみたはいいけど、人なんか一人もいねえだみたいな。なぜか田舎者に限定したけど今。なさそうだな。ところどころに浮いとる土偶めっちゃびっくりするけん、ちょっとやめて。遠くから見たら人かと思うよね。そしてそこにも痛いけな牛が1匹。なんで爆弾、あー、爆弾やめてあげてよ。あの爆弾は牛遅いよりやん。あー、つらい。よろしくない、よろしくない、ちょっと。何やってんの、やめてやめて。痛い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 。あ、メガンって、メガンって、ちょっと待って。メガンってさ、あ。あ、高級ステーキ。あ、牛肉やった、ただの。え、あ、そっか、最初のは焼かれたけん高級ステーキやけど、普通、肉になった時やったらただの牛肉ってこと？なるほどね、そういうことね。あいつなんか情報持ってないんかな、喋らんかな。ねえ、どう？強いモンスターなのはわかるんやけどさ。私の牛さん。ちょ、これあれやね、動物手なずけるのはいいんやけどさ、こうついてこられるのって結構きついよね。待って、こいつめっちゃカン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 言うんやけど、どういうこと？ハンマーの方がいいとかそういうのある？
やめてよ。いや弱っ。ハンマーじゃダメだわ。ちょ待って、退散しよう。おいでみんな。そいつダメだわ。強すぎて、強すぎて草だわ。え、なに？あ、気づいてなかった私が。ありがとうね、教えてくれて。あー、ステーキになるよ。チェック、ういー、小石を発見した。そんなの、そんなの空っぽ島にもあるだろうよ。でもあっちにも牛がいるからな。ちょっと待って、マグマだらけだった周り。周りめっちゃマグマだらけだった。ちょっと待って、痛い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 、やめて。はあ、商人を探して3000里。絶対そんな歩いてないけど。よいしょ、商人やーい。なんかな、何あれ、あれ何？なんかこう木あるよね。てかなんかめっちゃ人工的じゃない？これ、あ、なんか印ある。これ商人じゃない？絶対そうやって。え、何これ、何これ、何これ、どうやって行くん？え、何これ。え、何これ、どういう状態？この中やろ多分。え、上がれ。なんかブラウニーたちおるぞ。ブラウニー大木槌わからんけど。お、あ、ほら、え、ちょ、こっち来たら壊しそう、こいつら。やめてやめて。壊さないで、こんな綺麗な場所を。すごいやん。白超強いやん。なぎ倒すね。ビルダー百景を発見した？ビルダー百景やって。なんかそういえばあれか、ビルダー百景って人が作ったやつよね。え、違った？なんかそんな感じじゃなかった？え、違ったかな。元から入ってるやつだっけ？見てこれ、急に超平和な音楽になったんやけど。こういうところにおるんや。これ？商人。私はエリーゼです。あ、女の子なんやね。商人をしています。でもこの島じゃ私の商売に力を生かせないみたいで。ここであったのも何かの縁。私、あなたの島に連れて行ってくれませんか？そこで私に商売をさせてください。もちろん。ありがとうございます。私の商売に力を生かして、あなたの島をきっと発展させてみてます。かわいい。エリーゼが空っぽ島の仲間に加わった。やったね。なんかめっちゃはしごだらけやね。上の方上がっていけるんかな、これ。な、インって書いとったけん。宿屋があるってこと？よし、これで。あ、連れてきたよ。まあ、イナちゃん、素材島から商人を連れてきてくれたのね。道具屋さんの値札に何か入れておけば、商人が町のみんなに物を提供するわ。そうすれば、みんな嬉しさのあまり、物作りのかけらをどんどん落とすはずよ。商品を買うゴールドは？お金は用意しなくていいのかですって？アイナちゃんたら何をわけのわからないこと言ってるの？お金って何？あ、概念自体がやっぱないんやね。まあとにかくエナちゃん、値札をうまく使って道具屋さんも活用してみて。じゃあ値札とは何かね。商人ちゃんにはピラミッド作りが終わったらお店を開店してもらうわね。まだできてない？もうそろそろできてはない。商人のお仕事、値札に売りたいアイテムを入れよう。商人は値札を使ったアイテムを売りハートを稼いでくれるぞ。もういいやんいいやん、それあと 10% か。でエリーゼとか来たの？ここにちょっとどこにおるんだかいまいちよくわからんけど、とりあえず一旦鐘を、あ、あった、鐘鐘鐘を鳴らしたいんだ。いや、ミミスの体が下から垂れとる。やめてよ、気持ち悪いから。それは、え、 1なの？しょぼくない？あ、おったエリーゼ、いつの間に。いつの間に。あ、じゃあこっちは？なあ、いいな、オイラから一つお願いがあるぞ。オイラ、オッカムルの行動で乗ったトロッコのことが恋しくなってきたぞ。この島でもトロッコに乗りたいぞ。頼むぞ、宿場所も敷き方も任せるぞ。でもピラミッドの中を通すと楽しい線路になる気がするぞ。とにかく線路を200個置いてほしい。200。はあ、そうですか。
みんなそれぞれ持ち場に戻って、とりあえずあの値札のところに入れようかな。どこやっけ、こっちか。入り口入ってすぐのとこやったよね。てか暗くない中。よいしょ。さあこれでここに何置こうかな。ちょっと一個だけ置くね。はい。よくわからない。全くよくわからない。どういうあれなんですかね。謎だわ。ちょ、追いかけないで、追いかけないで、やめて。入ってきた！入ってきたよ！やめてよ。人間たちの住処に入ってきてるんじゃないよ。お、薬の葉や、ありがとう。さあ、ピラミッド、あと 10% ぐらいやけど、どうなん？まだ完成しないんすか？もはやね、人事みたいに思いよるけど。あとちょっとじゃないの？どうよ、どうよ。これめっちゃ気持ち悪くない？やばくない？やめていただきたいんだけど。そういう感じでいるの。どうやって上がるんだ？こっちからか。いい、いい。どう？あとどれぐらい？あと何個足りないの？でもあとちょっとやろう。これで完成するんじゃないもん。多分。ほら。ね、あと5個で出来上がるけん。これで OK やろ。はい、ピラミッドをいただき設計図が完成。で、まだ 90% なんやけど。100なった？全然なってないやろ。イエイ。うおー。お、来た来た来た。やるじゃねえかいな。俺の想像以上だぜ。おーい、みんな来てくれー。おー、素晴らしい。ゴルドンや、ゴルドン。あ、なんか一人炎の上に立ってたのに、あれ大丈夫？あれ。燃えてるよ。燃えてるよ。やったね。これがピラミッドのてっぺんか。なかなか悪くない感じだけど。どことなく汗臭いというか筋肉むさいというか、洗練さに欠けるわね。そうよ。アイナならもっと好きなものを思いつけるかも。なんなら自分が好きなように作り直してね。いや、いいよ。全然可愛いもん。まあ、ひとまずはこれでいいわ。てっぺんも無事に完成したし、これでやっと。これでやっと？何？みんな、ついについにピラミッドが完成したわよ。うわー、すげえな、やばー。え、めっちゃかっこいいやん。でも、なんか、いただき部分さ、主張激しくない？ま、観光名所的にはそれでいいかな。うごー、こいつはものすげえ。これは島の観光名所になるな。この大きさ、モンゾールの方々も作ったという景色そのもののビルドなのでは。そうね、アイナちゃんの地図で上から見てみたらすごい感じになってるかもしれないわね。でもルル、またハーゴン教団がやってきて壊されちゃうんじゃないかって少し心配。まあね、そこがものづくりをするなっていうのに景観が変わるほどの巨大な建築物を作るっていう。それもそうだな。あの宣教師が来てから島のことが教団にバレてやがるし、今はまだ大きな問題にはならないだろうが、教団を撃破する方法も考えていかないとな。教団を撃破するか。となると島の防衛設備や共に戦う新しい仲間も欲しいですね。まあまあみんな、今はそんな難しいこと考えないでピラミッドの完成を喜びましょう。開拓レシピ、ピラミッドを作ろう達成。お、え、あの5個で 10% いったん。反省したっぽいね、なんか。開拓レシピを達成してよいじゃな。よくやったの、アイナ。ほう、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。イエーイ。小さなメダルを手に入れた。開拓レシピをあと2個達成したら、リフォームコテを強化してやるぞい。では、さらばじゃ。アイナ、やったじゃない。これで石板に書かれたピラミッド作りとオアシス作りは終わったわ。あ、そっか、もう達成したんか。でもこんな大きなものを作ったのに、みんなでもっともっと何か作りたい。ものづくりって未来への夢ね。しかし、
未来への夢に進むためには新しい何かが必要でしょう。こりゃそろそろアイラとシドウに新しい島に行ってもらうときかもな。あ、素材島以外。そうね、そのためにはひとまず石板を調べに行きましょう。お題も達成したんだしね。ふんふんふん。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、ついに新しい島に行けるわけやねん。楽しみ。シンプルに楽しみ。